E プラスをご覧の皆さん、中澤信義です。どうも。先日11月の7日に、中澤信義新譜リアルネーション、こちらがリリースになりました。もう聞いていただいたでしょうか。まだという方はぜひ聞いていただきたいなと。ここ数年、ライブではやっていたけど、リリースしていなかったという、ライブでは定番な曲と、それから新曲数曲を織り交ぜつつで、今回、特筆というかですね、特別に、特別なことはですね、全曲今僕がやっているソウルネーションというバンドで録音いたしました。メンバーがベースが清水光さん、ドラムが元スクープオーサバリーの浩平さん、そして、ギターがですねガッツ TKB ショーという、昔から僕がずっともうこの10年来一緒にやっている松田はじめさん、そしてキーボードに、松本圭司、もう一人、本間雅人君ね、ドリカムでサックス弾いてるんですけど、彼キーボード素晴らしくて、そんな彼らとこのアルバムを作りました。で、僕自身ね、最近そのじっくり聴く音楽っていうのも減ってるのかなと思ったりするんですけど、じっくり聴いていただきたい、だからこそ生音でこだわって作ってみました。なので、吸い切れるほど聴いていただきたいなと思うわけですが、このメンバーで、ツアーが決まっております。11月の22日からスタートして、大阪には12月の21、22、ボックスという、ライブハウスにやってまいります。ぜひ皆さん、このメンバーで来ますので、このグループ、このまたレコーディングとね、ライブだとちょうど大阪来る頃はこなれた時期というか、いい感じの時期だと思いますので、そのグルーヴと、そして、ソウルフルなですね、僕の包容力あふれる歌声に会いに来ていただきたいなと思います。なんですが、でもちろんサイン会もライブでは行いますが、一応このアルバムのレコ発というかリリースツアーなので、やはり多分聴いてきていただいた方がきっと楽しいんじゃないかなと。曲もある程度知ってる中で聴いていただいた方が楽しいんじゃないかなと思うので、ぜひ予習してですね、 CD 持ってきていただければサインしますので、そんな感じで聴いてきていただけるとさらにいいんではないかと思っております。さあ、このピンクっていうか紫のスーツでやれたらいいなと思ってますが、その日に当たればこのスーツかな、そんなような感じでやろうかなと思っております。ぜひ皆さんライブ遊びに来てください。そしてこのリアルネーション聞いてください。というわけで、そうです、 Facebook とか Twitter とかもろもろやっておりますので、中澤信義で検索していただけると嬉しいなと思います。それでは、というわけで中澤信義でした。